美容師デビュー物語トップスタイリストを目指そう。ということで今回はこの美容師デビュー物語トップスタイリストを目指そうをやっていきたいと思います。美容師、私の周りの友達美容師さんとか結構おるんやけど、私自身はあれやね、一回もなりたいと思ったことはないね。なんかすごいキラキラした仕事やなとは思うけど、あと友達が美容師さんやけん、なんか何カットモデルみたいなあれもやったことあるけど、顔を選んでね、これってシリーズで全部同じ顔とかなんかな、は違うんかな、なんか微妙やな、これかこれかって感じやね。こっちで行こう。目のカラー茶色、緑、めっちゃくっきりするね。ピンク、紫、青で行こう。なんかちょっといい感じ。そして髪型、これどんな感じ。あ、なるほどね、後ろでくくっとる感じ。やっぱ美容師さんやけんね、おしゃれな感じ。かえってなんか普通になりそうな気がするけど、あ、これ良くない。なんかちょっとウェーブかかっとる。あれで最後のは、あ、なるほど、サイドでね、あ、くるんってやっとるやつや。私このウェーブのやつでいくわ。そして髪色、髪色あれはね、普通に茶色でいこう。はい、決定。これで OK です。あなたは今日から美容師さんです。これから様々な経験を積んで一流の美容師さんになれるように頑張りましょう。カリスマ美容師に。さあ、準備はいいですか。大丈夫。それでは出勤をタッチしてお仕事をしに行きましょう。さあ、出勤しますか。ここはあなたが今日から働くお店です。入り口の近くにいる人に挨拶をしてみましょう。私あれなんよね、なんかこうツイッターとかでさ、たまに写真アップした時にたまに言われるんやけど、髪の毛めっちゃ細いんよね。なんか髪の毛が細すぎて、美容師さんにも言われたんやけど、全然髪に跡がついてくれんくってさ、こんにちは、自分で巻いたりするの全然できんねんよね。美容師さんね。はい、そうです。私の名前は花咲。あ、目一緒。2年前穏やかそうな人やね。このヘアサロンで働いているの。ここではお客様の髪を切ったり、くるりと巻くパーマをかけたり、色を変えるカラーもやっているのよ。なんか結構こう、何、小さい頃とかもさ、こうリカちゃん人形とかでこのお店やパーマが当てれるやつとか、ああいうのもすごい持っとったけん、すごいそういうの好きなんやけどさ、好きなんやけど自分の髪の毛に全くできんっていうね、つらい辛い。ありがとうございます元気でいいね。これからどうぞよろしく。いいね、いいね。なんか女子力を感じるよ、この人から。挨拶をしに行こうね。店長さんは女の人？あ、男か。男しかおらんなぁと。あ、今の何、お客さん？お客さん入っとるやん、いっぱい。いいね、いいね。ほんで広いな、やっぱり。店長、今日からこのお店に入った新しい美容師さんです。あ、どうもよろしくお願いします。ああ、日向さん、案内をありがとう。店長のヒイラギ誠司です。誠司さん、あゆなあいなです。よろしくお願いします。ええ、よろしくお願いします。ハキハキしていていいですね。まあ、やっぱりなんかちょっとね、シワとかで年齢は結構いっとるんやろなって気はするけど、 でもおしゃれよね。お客様のことをお話しします。お客様の髪はとても大切なものです。そのためお客様の髪に触れるお仕事をする前に、まずは先輩を相手にシャンプーなどの練習をしてください。詳しい内容は日向さん、説明をお願いします。私あれ、シャンプーされるときにさ、痒いところはございませんかって言われても、絶対あ、ないですって言ってしまうよね。本当に痒い時あるけど。そして私は美容室ではあんまり話しかけられたくない派だ。なんかね、眠くなったりとかするけんさ、そのちょっとうとうとさせていただきたい。ヘアスタイリストっていうのは、
ガクってなったらあれやけどね。これから基本的なことも一つずつお話ししていくよ。はいはい。基本はとても大事だからね。ヘアスタイルは英語で髪型のこと。そしてヘアスタイリストはお客様の相談に乗ってヘアスタイルを作れる優秀な美容師さんのことなの。次の話に行く前に、ね、今の話をおさらいする？いや全然大丈夫です。いいえ大丈夫です。よかったわ。新人の美容師さんはみんな先輩のお手伝いをしながらヘアスタイリストを目指すのよ。そういう人をアシスタントというの。結構ねアシスタントさん募集とかアルバイトの冊子に載っとるよね。さてと、あ、日向さんアシスタントさんなんや。受付の人かと思った。なるほど。あと2人優秀なヘアスタイリストがいるの。今から紹介するね。優秀な。おう、ようこそ。僕は宇宙人じゃなくてここは宇宙一のヘアサロンだよ。なるほど。何、海外の人。おいおい、いきなり何を言うんだい。彼女が驚いちゃうだろ。はじめまして、俺は出雲天馬。天馬さん。ボビー高田だよ。日本生まれなんかの。俺たちは二人ともこの店でヘアスタイリストをしているんだ。君のことは店長から聞いているよ。新しい美容師さんだよね。そうです。はい、よろしくお願いします。よろしく。困ったことがあったらいつでも相談してね。なるほど。チャラそうとちょっと一瞬見た目で判断してしまったけど、よろしく。真面目そうな人だった。何でも聞いておくれ。なんか頼りにならなそうやけどな。アメリカでの生活が長くて日本語が不思議な感じになることがあるの。もともとアメリカに住んで生まれ育ったのはそっちやけど、こっちに来たってことかな。でも日本が大好きなんだって。うん、Yes! 日本のあれこれはとても興味深いよ。そうですね。まあ、なんかこう海外の人から聞く日本ってちょっとよくわからん私には。でそんなところを評価されるんやみたいな、当たり前みたいなところも評価されるやん。またね。またね。どうもどうも。みんなへの挨拶が終わったから今日のお仕事を説明するね。まずはシャンプーから始めるよ。はい、シャンプーね。頑張ろう。あれ先輩相手にするんじゃなかったっけ、あの二人。ここはシャンプー台。女の人、ひなたさん。お客様の髪を洗うところよ。今日は私が練習台になるから。お、なるほど。お客様に対するような気持ちで私にシャンプーをしてみてね。なんか知らんけど美容師さんがしてくれるシャンプーってめっちゃ気持ちいいよね。なんなんやろ。はい、よろしくお願いします。いい返事ね。じゃあ早速始めよう。はい、いよいよ初めてのお仕事です。説明を読んだら次へをタッチしましょう。これを初めてのお仕事ね。やり方を確認して頑張ろう。頑張ります。お仕事の内容、シャンプー、難しさは簡単。お客様の髪の毛をきれいに洗おう。説明は、ボトルをタッチして泡を手に取ろう。うんうん。あとなんか美容室のシャンプーってめっちゃいい匂いする。泡を手に取った状態で髪をこすると泡立つよ。うんうん。途中泡がなくなったらもう一度ボトルをタッチして泡を出してね。髪をこすっているとお客様が気持ちいいと感じる場所があるから、キラキラが出るまでこすると得点がもらえるよ。キラキラが出るまで。全体側だったらお客様にかゆい場所がないか確認しよう。もしかゆい場所があったらしっかりこすってあげてね。最後にシャワーでしっかり泡を洗い流そう。シャワーを髪以外に当てないように気をつけてね。あのなんか美容師さんがやるさ、なんか耳のこの辺なんかちょっと押さえてでシャーって流したりするやん。あれなんかすげえ、こんだけやのに全然本当に耳の中にお湯が入らんなって思いよる。え、自分でバーってやるときも全然押さえたりとかせんけんさ、もうめっちゃ入りまくるもんね、耳の中。ここではお仕事の難しさを確認できます。用意ができたらスタートをタッチしましょう。はい、簡単。スタートー。髪全体をこすって泡立てる。オッケー。用意。めっちゃ笑顔。タオルとかせんのや。シャンプー液を手に取ってね。はい、泡がいっぱい。で、
こういう感じ。あ、いいね、いいね。これで、あ、髪がまとめられていきよる。あ、そういうことなんや。はい、泡がない。泡どれぐらいまで足せばいいんかな。いい感じ。このキラキラとかがどういう具合なんかがちょっと私にはいまいちわからないけど。泡がない。どこまで泡立てるんやろうね。この髪の毛が見えんなるぐらいのとこまでかな。お、なに今の、なんて書いてたの？ちょっとよく見えなかったんだけど。この辺まだあれやね。はいはい。結構生え際までギリギリな感じ。時間切れ？時間切れ？今のはいいの？ 5 点しか入ってないよ。待って。今度は。はい。大丈夫。ダメやったん。結構いい感じでできよったと思ったんやけど。マジで？はい。何時間切れ。つらい。難しい。初めは思うようにできなくても、練習すれば大丈夫よ。なるほど。頑張ります。シャンプーが終わったから、次はブローね。おひなたさん、ちゃんと髪の毛が降りとる。ブロー、はい。濡れた髪をドライヤーで乾かして、整えることよ。あれもなんかすごい一気に乾くよね。家のドライヤーでもあんなに早く乾いてほしいんやけど。これはスタイリングチェア。結構最近あれよね、サボリーノのスプレーとかでさ、早くあれやろ、乾いたりとかするんやろ。持ってないけど。スタイリングチェアっていうのは、ヘアスタイルを変えるためにお客様に座ってもらう椅子のこと。ここで私の髪をブローしてね。了解です。もう結構綺麗な感じやけどね。ひなつさん、確認するよ。はい。さて、ブローとは何でしょう。ブローとは何でしょう。濡れた髪をドライヤーで乾かし整えること。下椅子の説明やん、やば。頭悪すぎやろ。これから私の髪をブローして、その後お団子にセットしてね。なるほど、お団子にまでせんといかんねやね。了解です。ドライヤーやブラシ、ゴムなどでヘアスタイルを作ることよ。ドライヤーとブラシで髪に形をつけたり、ゴムで結んだりするの。お団子頭、幼稚園の時ぐらいしかやったことないの。もう一度説明するよ。大丈夫です、大丈夫です。よくわかりました。はい、よかったわ。じゃあまずはブローからお願いね。了解。じゃあこれ今日向さん髪の毛ビショビショの状態ってこと？ボリュームありすぎじゃね。はい、お仕事の内容。髪を乾かしたりお団子を作ってヘアスタイルを仕上げよう。説明。水滴をタッチし続けると消えていくよ。すべての水滴を消してね。うんうん。ドライヤーの風の強さをボタンで変えられるよ。おー、なるほど。風が強いとたくさん水滴が消えて髪が大きく動くよ。風が弱いと髪が動きにくいからピンポイントで消しやすいよ。おー、なるほど。同じ場所にドライヤーを当てているとお客様が火傷しちゃうから気をつけてね。この矢印が出てきたら矢印からはみ出ないようにタッチしてなぞってね。丸をタッチすることでピン止めができる。あ、なるほどなるほど、そういうこと。はい、頑張ります。簡単でめっちゃボリューミーや。さっきよりボリューミーになった。濡れとってこの状態やけんね、やばいね。どうなんこれ、消えよん。全然消えてなくね。ちょっと弱くしよう。ピンポイントで。あ、消えた消えた。何それは。髪の毛のツヤが出てきてるということ。あ、こっちの方が断然良くない。あれ、消えねえ。あ、消えなくなってきた。ちょ、消えて、水滴消えて。はいはいはい。あ、これそっか、時間があるんよね。そうか、これにも時間があるのか。はい。消えていただきたいんだけど。早くー。うわ、私も確実に美容師に向いてないわ。辛い。いやいや、乾かなすぎじゃね。
乾けよ。あー時間切れ。どんだけなの、上の方だけが乾いた。くっそ、お疲れ様。今度くっそ大丈夫。私このゲーム超苦手なんだけど、やば。でもちゃんとスタンプくれる、優しい。緊張しちゃったかな。うん、でも心配しないで。あ、いつの間に講談語に。あれだね、自分でやったんだねきっと。ブローンもセットも練習すれば頑張ります。初日だから、初日だからしょうがない。いろいろ頑張ったね。優しいか、日向さん優しすぎる。そうですね。いや私も今日の様子を見ていました。あ、すいません、ちょっとね、あなたの一生懸命な気持ちがよく伝わってきましたよ。マジで、あ、なにここ。さて今日は天国みたいなとこやね。1日目なので、クビですって言われるかと。お仕事を終わりにして大丈夫です。はい、ありがとうございます。家でゆっくり休んで明日に備えてください。いや、家でもこれは練習するべきだね。体験版はここまでです。遊んでくれてありがとうございます。この続きはぜひ製品版で遊んでくださいね。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今まで結構さ、この職業体験のゲームやってきたけど、めっちゃ難しいんだけど。やっぱりもうゲームですら向いてないんや、美容師って。